ウイスキーボンボンみたいなチョコなのかな。こっちも開けてみるか。シュガーバターサンドの木だって。シュガーバターサンドの木、住所を教えて。住所なんてググれば出てくると思うけど、俺の住所なんて。合同会社奇跡クリエイティブでググれば出てくるよ。その会社の住所が俺の住所だから。うちの、あの、会社、ここね、実はね、自宅兼会社でもあるんで、一応。合同会社奇跡クリエイティブで検索すれば、そこの会社が俺の住所だから。あと名前は関慎吾って、俺のアカウントのこの本名、これ一緒だから。本名はこの俺と一緒、この関慎吾っていうアカウント名と一緒。美味しそう、美味しそうやね。ちょっと待って、なんか水、ゴミが入ってるから、ちょっと一回これ捨ててくるわ。これも開けてみるか。うん、いや、一つね、企画考えたんすよ。七輪買ったから、みんなが、昨日も言ったけど、みんなが俺に七輪で焼いてほしいものを送ってもらって、それを俺が七輪で焼くっていうでも本当になんかよくわかんない人から送られたものは怖いからできないんですけど、ある程度課金してくれた人だったら安心感があるから、うん、焼き鳥100本送った。マジで言ってんのマジで言ってんすか100本っすか。100本食べきるかな。え、まあ、ありがたいけど100本も食い切るかな。賞味期限とかだってあるんじゃないですか。100本って食べきるかな。なんか江頭が焼き鳥食ってたの思い出したわ。100本はちょっと多くないか食べきるかな。いや、こういうもんだったら別に腐らないと思うからね、ある程度保存が効くと思うんで。うわ、なんかめっちゃ美味しそう。シュガーバターサンドの木だって。クッキーやね。え、これ有名なんすか。え、なんかめっちゃ美味しそうだよこれ。何これ。ちょっと食べてみる。え、食ったことないてか見たこともない。これ有名なんだこれ。また太るわー、これ。太るやつはパキって書いてある、なんか。パキって書いてある。割れるんや、これ。じゃあちょっといただいてみたいと思います。
ここのなんか線が入ってて、これをパキッと割れるってこと。あ、有名なんだろう、見たことない。え割るとめっちゃこぼれるんだけど、割るとめっちゃカスがこぼれるんだけど、これ絶対このまま割んないで食った方がいいだろ、これめっちゃこぼれるんだけど、これじゃあいただいてみたいと思います。うわ、なにこれ、なんだこれ、うわこれ紅茶かコーヒーに合うね、紅茶かコーヒーに合うわ。うん、うまい、うまいね。紅茶かコーヒーが飲みたくなるわ。うん、ローメン駅の中に、あ、そうなんだ、これ知らない、見たことない、これ。うまい、まあ美味しいですね。なんか、なんていうの、なんかウエハースとクッキーのなんか中間ぐらいの食感で、中になんていうの、なんかちょっと甘いソースというか、ソースではない、なんていうんだろうこれ、甘いなんか味のするやつが入ってて、まあ美味しいっすね。パイ生地みたい、ああまあまあまあ確かにパイ生地っぽくもあるかな。これ食べてみたいのは次、なんすかこれ、チョコのやつ。チョコのなんていうの、うわちょ、パンケーキっぽいな。ちょ、チョコの、うわぁ、なにこれ、すごい、うわ、なにこれ、この袋を開けた瞬間にこのなんかチョコのとんでもない香りが、香りやば、ちょっとパンケーキっぽいですね、香りがやばい。じゃあいただいてみたいと思います。匂いすごいよこれ、開けた瞬間、濃厚やね、濃厚っすね。まあこれも、これも紅茶が欲しくなるやつやな、紅茶が合うねこれはね。うまい、喉乾くなこれ、めっちゃめっちゃ喉乾くこれまあでも美味しいですよ。あー、まあうまいね。いや、このチョコみたいなやつ食ってみるか。チョコみたいなやつ。ベンオシストって何？ベンオシストって何？美味しい。まあでもね、正直ね、まあこれも嬉しいですよ、あのお菓子も嬉しいんですけど、一番僕待ち遠しいものがあるから、やっぱそれに比べるとちょっと目を取りしちゃうっていうか。ベノは何それ、もう正直一番欲しいものこれじゃないからねまあお菓子なんて正直、まあ確かに美味しいなって感じで、まあちょっと嬉しいぐらいの感じや。そう、はじめしゃちょーのあの所沢来るのが楽しみでしょうがないですよ、僕。
僕ほんとね、もうそれが楽しみやな。うん、はじめしゃちょーの所沢が来るのが一番楽しみ。はじめしゃちょーの所沢がね、楽しみなんですよ。昔ね、俺所沢買おうかすっげー迷ってた時期があってね。よいしょ。よいしょ。所沢がね、来るのが楽しみ。失礼や、まあ別に。ええじゃないですか、所沢本気で楽しみなんだもん。うん。所沢本気で楽しみだもん、だって俺。マジで。うん。わっ。わうわうわ。何かくれ。全然いちごとか送るのにいらないって言うから、うん、うわっ、チョコや、チョコや、これ多分チョコや、これチョコや、多分これ、うん、うわ、何これ何これ何これ、なんか想像と違った、何これ何これ、チョコになっちゃえはぁ、これ食ってやるぞ、くわっ、うわっ、あっ、あっ、ははは、残念だったな、強さはチョコになっても変わらないようだぜ、どうする魔人ブー、お前の相手は世界一強い、飴玉だぞ、の、やっほー。サイン欲しい。いや、全然送りますよ。全然送りますけど。うん。じゃあ、ちょっと食べてみたいと思います。はい。うわ、なにこれ、うわ、うわ、なんだこれ、贈り物っすよ、贈り物、なんかもらっちゃった、うん、うわ、うわ、なんだこれ、なんか多分ホワイトチョコが周りにコーティングされてて、中のこの、なにこれ、マンゴー、マンゴーかな？あ、これ美味しい。あ、これ美味しい。中のマンゴーのやつがクソうまい、これ。キムちゃんって方。今コメントしてるじゃないですか。キムちゃんっていう。なんかサムネが前田敦子に似てる感じの。方から贈り物。親の似顔絵描きたくないな、ちょっと。親の似顔絵は描きたくないな。うん、あ、なんか中のソースみたいのがすげえうまい。あ、うまっ、なにこれ、これ美味しい。あね、俺正直ホワイトチョコレートってちょっとどっちかというと苦手なんですよ。うん、周りのねホワイトチョコはね正直ちょっと苦手なんだけど、中のなんかマンゴーソースみたいな味のソースがクソうまい、これ。うん、うまっ、中のソースクソうまい、これ。私も慎吾さんに贈り物したい。マジっすか、いいっすよ、全然送ってきてもらえば。ある程度課金してくれた人だったら安心感があるのでね。さすがにの脳課金の人が送ってきたもんで怖くて食えないけど、どこの誰だかわかんない、得体の知れない人だと怖いんですけど、ある程度こう投げ銭サイトとかで課金してくれたら、まあさすがにね、俺のことを憎いアンチが課金とかしないだろうから、ある程度課金してくれた人だったらさすがに安心感があるから。うん、美味しい、これ。中のなんかソースみたいなのうまいですね。なんてやつ、これ、なんてやつ、これ。ピカ、なんだろう、これ。
わかんないこれ。なんてやつなんだろうこれ。うん。ピキ、ん？なんだこれ。ピカ&ミックス。リンツだって。これ一個一個味違うのかな？うわ、違う！あー来た！ブラックチョコ来た！ブラックチョコ来た！俺ブラックチョコは好きなんですよ。あのね、ちょっとね、俺ホワイトチョコちょっと苦手なんですけど、ブラックチョコは大好き。ブラックチョコってか、こういう普通のミルクチョコとかブラックチョコは。これは俺好きだね。ちょっといただきます。中どんなソースがあるんだろう。多分ソースが入ってる系でしょ、これも。あーあ、美味しいな。美味しい。あ、これ美味しい。うん。中になんか、チョコの、ちょっと柔らかめのソースがあるというか、外が硬いなんか固まったチョコでコーティングされてて、中がなんか柔らかいチョコみたいなんで、チョコソースみたいなんで、入ってて、なんか、ダブルブラックチョコみたいな。ブラックってかまあ、なんていうの。外がどっちかっつうと、甘みの少ないブラックチョコみたいな感じで、中のチョコがミルクチョコレートみたいな感じで、中のチョコのがちょっと甘いソースみたいな。甘いなんか甘いチョコのソースみたいになってる。言ってることわかる？周りのこのコーティングされてるとこが硬いブラックチョコで、どっちかというとこれ苦いんですよ。でも中の、このソースみたいなのが、なんかミルクチョコのソースみたいになってて、中のは甘いチョコみたいになってて、苦さと甘みのあるチョコが、こう、なんかこう、コラボレーションみたいな。あ、これ美味しいな。あ、こっちの方が美味しいわ。中のマンゴーソースみたいな、さっき美味しかったけど、ホワイトチョコがちょっと苦手だから、こっちの方が好きだね。これ美味しいね。うん。プリンも届くの？マジで？まだプリンも届くんすか？なんかめっちゃいろんなもの送ってきてくれるよ。なんかさ、リスナーが送ってきたものだけで生活するっていうのもなんか面白そうだよね、企画として。うまっ、これ美味しいよ、このチョコ。うん、いちごのジャムの大きい方が超うまい。あ、マジで？牛乳でいちごミルクにして飲む。あれちょっとね、美味しいか分かんなかったんですよ。なんか俺飲んだ、あれ食べたことなかったから。でもまあ、あまりのジャムって言ったら美味しいんじゃないのかなと思って、一応送ってみたら売ってたから。初めて買ったし、俺食ったことないんですけど、あれね。あとはなんかソースの方が、なんだろう、なんかヨーグルトとかに多分垂らしたら美味しそうやなと思って、まあ食ったことないんですけど僕。あ、これも多分似たようなやつかな。あ、違う。あ、なにこれ。なんじゃこれ。うわ、これ美味しい。なにこれ。これうまっ。明日お肉詰め合わせとレッドブル届く。マジっすか。どんだけ送ってくれるんですか。マジっすか。あ、これ美味しい。外がミルクチョコで、中がココナッツソース。中がココナッツソースになってる。中がね、ココナッツソースの味の、なんていうの、これソースというか。わあ、うまっこれ。俺ココナッツ、ココナッツはココナッツよりめっちゃ好きなんですよ。これも美味しい。